はい、じゃあ舞姫大学の特別講義、今日は恋愛についてお話していこうかと思います。まあ恋愛ね、だいぶ愛情とか愛っていうものから欲とかね、欲情に変わってきたのかなと思うんですよ。で、恋愛という形を取りながらも、それがすごく刹那的なものであってね、もう短期間のものになってきたのかなと。まあいわゆるインスタント恋愛みたいな感じで、出会って恋して別れて終わりみたいな感じですか。でも通常恋愛っていうのは長い時間をかけて培うものかなと。見たくないところを見て、それを受け止めて、いかように自分で判断していくのかっていうふうな究極の人間関係の構築、究極のコミュニケーションじゃないかなと思うんですよ。じゃあその中でね、まあ当然欲望っていうのはお互いに持っていて、それを解消してくれるからこそ離れがたいっていうのもあるし、相手の欲望がわかるんだけども、それが十分解消できない自分に対するもどかしさから譲る精神が出てきたりとか、まあそうやってね、人間関係っていうのはなんかこうつながっていくのかなと。それこそ何ですか、恋愛っていうのはその短い時間で終わるものじゃなくてね、やっぱり長い時間をかけてやりたいと思う気持ちとか、年齢に応じた人格を見ていくっていうところもあるのかなと思うわけなんですよね。確かに、男性から見て女性はね、もう若くて美しい人っていうのは魅力的に映りますよ。でもずっと一緒に過ごす中で、老いていく姿を見ていたいっていう風なね、まあ、こういう風な好奇心ですとか、人間に対する興味っていうのかな、個人特定の人に対しての並々ならぬ関心っていうのがあって、確かに出会った頃に比べて10歳20歳年を取ったけども、でもその分十分価値はあったよね、嬉しいよね、そして自分のことを何よりも受け止めていただいて、同じように年を取れるこの喜びっていうのは、単なる恋愛ではもうね、語り尽くせないよねっていうところに、まあ、価値を置けるかどうかなのかなと思うんですよ。で、それっていうのは人間特有の寂しさっていう感情、懐かしさっていう感情から来るものかもしれませんけども、私も実際ね、一人の人と長く付き合ってみて、そして他の女性の付き合いが全くない状態から考えてみると、出会った頃のその思い出っていうのはね、今でもすごく美しいわけなんですよ。で、それをお互いに共有した状態で今を過ごしてるんだろうなと思ったら、やっぱりこう何者にも変えがたい、愛情を、まあ、自分の中に宿してるんだなと思いますよね。で、私が30代の頃にしていた恋愛っていうのは、まあ、お付き合いした瞬間に1年か2年ぐらいで、まあ、別れるんだろうなっていう前提だったし、だからこそ寂しくもなかった、寂しくもなかったし、お付き合いしてるうちに次の候補を探しているっていう風なね、同時進行があって、なんかその自分の感情とか恋愛にもね、信頼が置けなかったりとかしましたね。で、恋愛を消費していたって感じですか、だから付き合う人は増えたんだけども、だけども長い思い出は全くなかったですよね。で、なんか同じことの繰り返しっていうかね、で、出会った時にすることって大抵一緒でしょ。で、知り合って正式にお付き合いして、そっからやることも大体誰とでも一緒なんですよ。で、1年とか2年とか過ごしてみて、その辺でまあ大体別れていくって形になるんですけども、そうなるとね、1年とか2年っていうテンプレートを人を変えて繰り返してるだけなんですよ。それは上手になりますよ。でも3年とか5年とか10年付き合った時に同じ人と何をするのかってことは、今のところ未知の領域なんですよ。そのうちの一つが子供を産んで育てることとか、子供を込みで家族として、こうね、増えていく人数の中で暮らしていくこととか、で、年齢に応じたお金や時間の使い方とか、それからくっついたり離れたりとか、まあなんかそのね、複雑な感情をお互いのメモリにしながら、1年、5年、10年、20年、そしてこれから迎える年月を想定していくこと。だってやっぱりお互いに10年後のこととか30年後のこととか考えますからね、だからそれっていうのが本当に滅多にできないことなんじゃないかなと思いますよね、はい。まあ、それがね、私のちょっとこう最近の恋愛概念でございます。それから今ね、20代の女性、この前もアラフォー女性、38歳の女性のコンサルをしばらくしていたんですけども、まあ、ライブ放送でもしましたけどもね、女性って今ね、20代の後半でもうすでになんか黄色信号っていうか赤信号を点滅してるらしいですね。だから30代ともなるともう本当に何にもないっていうかね、相当自分の理想をこう落としていかないと、まあ一言で言うとね、
自分を気に入ってくれる人の中から選ぶしかないっていう状態になってるんですよ。じゃあ30代の女性を気に入ってくれる男性ってどんな人なのかなって言ったら45とかね、派遣社員とかバツ1とかこんな感じになってきて、うえーって思うでしょ女性から見ると。気持ちわかります。でもそういう現実になってきてるんですよね。でむしろ若い男性で金銭的にも余裕があっていけてる人っていうのは1年単位2年単位の恋愛をかつての私みたいに繰り返していくんだろうなと思いますよね。そのなんていうのかな、少なくとも30代以降の女性と長く付き合うとは思わないんですよ。なんでかっていうと20代の頃のその人の思い出が持てないからなんですよね。だからそういうところがもしかしたらものすごく大事になってくるのかなと思いますね。まあ、こういうふうな話するとね、30過ぎた女性からすると怒り出すかもしれないですし、身も蓋もない話なんですけども、現実です。これが冷たい現実です。30過ぎた女性にあんまり恋愛感情とか、これから数十年を一緒に生きていこうって思う男性はあんまりいないということですね。いたとしたらその方は、その方自身もあんまり女性に選択肢がなくってっていう風なとこじゃないかなと。お互いに現実を見なくちゃいけない、そんな時代がやってきたような気がしますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。